アビス教団、人類を目の敵にする怪物たち。地下の情報網でも奴らの情報は滅多につかめない。少し面倒だったが、なんとか手がかりを手に入れた。もう手がかりをつかめたのかい？さすが顔の広いディルックだね。そういえばさ、風神バルバトス様はなんで人間の力を借りてるんだ？どう説明したらいいかな。人々の言う七神、その本質は俗世の七神聖と言うべきなんだ。俗世を七つに分け、それぞれが治める。それが僕たち神としての責務。神の責務を果たすことで神の力を蓄える。だけど僕は統治とか嫌なんだ。モンドの人々もそういうの好まないと思うし。君たちが王のいない自由な城を作ればいい。バルバトス様の理念を私たちはちゃんと覚えている。神団長ってば信仰深い。単に誰かさんが自由すぎて仕事をサボっていただけとか考えないんだ。コホン。とにかくこんなに長くモンドに戻ってなかった僕のことだ。今の僕は紛れもなく七神の中でも最弱だよ。そんなに褒めないでよ。はぁ、こんな風神様がいるとは。いいんだか悪いんだか。七国と七神の話はさておき、まずは人類共通の敵について話そう。今回調べたアビスの魔術師の痕跡はワイナリーのすぐ近くにあった。そいつを取り逃してはいけない。の魔術師を倒した後、何かエネルギーが散らばった。このエネルギーは僕とトワリンのつながりを根絶させるためのものみたいだ。風流廃墟を知っているか？うん、モンドのみんなはきっと知ってると思うんだ。今のトワリンはその廃墟を巣にしている。モンドの周りを封鎖する暴風のように、廃墟の入り口にも特殊な障壁があるんだ。でも今アビスの魔術師から散ったエネルギーを使うことで、魔力の織りなす陰律を僕は読み取ることができる。その陰律はヒルチャールの合唱より耳障りだけど、それでも暴風の障壁を突破して風流廃墟の内部に行くには十分だ。つまりトワリンに正面から挑むのか？僕は異論ないが、戦いを回避したいと言っているのはジンだ。いや、選択肢がない以上、私がその責任を背負う。もし、トワリンの討伐が唯一の救いの道であるなら、私が先陣を切る騎士となろう。大丈夫。まだその段階までは行ってないよ。ん？ウェンティ殿、それは。つまり、天空のライアーは切り札じゃないってことさ。本当の切り札は旅人だよ。旅人が？そうだよ。でも君はもっと貴重な能力を持っているんだ。涙の結晶にあった不純物とトワリンを取り巻く呪いは同じ類の邪悪なる力だ。だからさ。原油野郎、それは危ないだろう。トワリンが激怒した時のことを思い出してみろ。動く前にトワリンに食われるぞ。ふん。面白い計画だ。やってみる価値はある。私も共に行くぞ、栄誉騎士。敵はアビスの怪物と竜。威圧感がすごそうだな。人間にだって人間の本気がある。さあ行こう。よし、英雄の詩編もいよいよ決戦のショーだ。暴風の障壁だ。うわあ、もし
しこれに巻き込まれたら怪我じゃ済まないぞ。僕に任せて。今は普通のライアーしかないけど、これくらいの風の障壁なら天空を使うまでもないって。ん？何あれ。敵襲だ。全員戦闘準備。ああ、演奏の前にまずはお掃除からだね。普通こういう、ふう。ヒルチャール、普通は元素濃度の高いエリアでしか活動しないんだけど、ここにいたら体への負担が大きいはずなのに。アビス教団が裏で手を回したんだろう。しかし僕たちがここに来ることに確証はなかったはずだ。僕たちの行動を阻止するため、おそらく教団はあちこちに兵を投下している。じゃ早速、今回の観客は風だけだし、弦を弾くスピードを速めてもいいよね。ここからが本当の風流廃墟だ。みんな気をつけてくれ。雰囲気は利用できるかもしれない。うん、回り道になるけど行こう。うん、回り道になるけど行こう。この廃墟にアビスの魔術師が隠れてたりしないよな。もし出くわしたら、そこは勝ったことのあるディルックの旦那に。相手を甘く見ない方がいい。あ、いや、これは別に自分の腕を自慢したいわけじゃない。あいつらには予想外の手が残されているかもしれないという意味だ。そうだね。だから僕も君たちと共に行動すると決めたよ。君たちの安全のためにもね。はあ、僕ってば本当真面目すぎ。詩人には向いてないよ。竜の涙探しには全然参加しなかった上、ずっと酒場にこもって酒を飲んでたくせに。どこが真面目なんだよ。嘘つくな。
上はいけないね。この遺跡には古い封印が施されているみたいだ。これもトワリンの仕業か？違うよ。この廃墟は古代都市で、トワリンが一時的に身を置いてるに過ぎない。廃墟自体、四風守護の時代よりもずっと古いものなんだ。モンドは王のいない都市だったけど、モンドができる前はある暴君がここを統治していたんだ。うん、機会があったら君たちにもその物語を聞かせるよ。僕の知る考古学の知識からすると、動向装置が鍵になるはずだ。散らばった全てのパーツを元に戻せば、動向の儀式を完了できるだろう。見たところ、動向の儀式が行える状態までそうかけ離れてはいないようだ。まずはパーツを設置して、また様子を見てみよう。装置の解除方法は合ってるみたいだね。この塔にはまだ3つの光の輪がある。つまりあと3つ動向装置を探さないと、全ての封印は解除できないということか。ここから1つは見えるが、残りはきっと廃墟の内部、この塔を中心に分布しているはずだ。探そう。こんな装置と封印だらけのところに住んでて、トワリンは面倒じゃないのか？人みたいに歩くのではなく、彼は飛べるからね。お前、そういうことにしとこう。
の全てが終わったら、今日の出来事を歌にしようと思う。うん。きっとこの歌は、ヴァネッサの物語のように、モンドの人々にずっと歌われるだろうね。あの歌は、私も幼い頃から大好きだ。では、栄誉騎士。今日の調子はどうだ？私は最高の状態を整えてきた。きっと、みんなの力になれるはずだ。そういえば、ディルックの旦那も最後までついてきてくれたな。最初は巻き込まれただけの、部外者？秘密を共有してくれた君たちに、僕は信頼を返しただけだ。自由だよ。自由？君たちがモンドに来た時、モンドは自由の都だって誰かに言われなかった？あの子も自由人だよね。モンドは王の統治がないロマンの城。そしてモンドの人々は七国で最も自由な民だ。だからかつてモンドを守った竜もそうであってほしい。この都市が君を裏切ったと、彼を騙そうとする人がいちゃいけない。彼にこの都市を守ることが君の永遠の義務だと、そう強いる人もいちゃいけないんだ。彼には自由に生き方を選べる権利があるはずだ。ウェンティ。では旅人、モンド千年の風が君と共にあらんことを。僕は前回と同じように君に風元素の力を導くよ。なるほどな。道理で知ってる声だったんだ。見て、トワリンの体に光っているところが2箇所あるでしょ。あれが傷口に固まった毒血だよ。アビス教団は傷口に呪いをかけてトワリンの精神を腐食させたんだ。トワリンを助けるにはまず紫色の凝結をきれいにしないと。なるべく光っている箇所を狙って破壊しよう。元素を抽出して凝固させたんだ。それらを砕くと加速の輪が形成される。ただ現れる位置はコントロールできないから、君がちゃんと見極めてね。
これでトワリンと対等に戦える。世界一の詩人も加勢するからね。でも一つだけ言っておく、トワリンの牙と爪はかなり鋭い。数百年手入れされていなくても危険だから注意して。首の汚れた血の塊だよ。みんなを守るから。足元に気をつけて。これで一件落着だ。私は騎士団を代表して市民たちの誤解を解き、事件が解決したことを知らせる。しかし風魔竜が前触れもなくモンドを襲い、その後行方をくらませたことはきっと市民たちの心に多くの疑問と不安を残すだろう。ううん、大丈夫。風向きは変わるものだからね。いつかそれも光さす方へと吹いてくれるはずだよ。やっと栄誉騎士の凱旋だね。ひひ、こいつと一緒にトワリンとじゃれ合ってきたぜ。でも昨日帰ってくるはずじゃなかったの？ジンさんが一足先に帰ってきて、あんたたちの活躍をみんなに話してくれたよ。ああ、いつか私もそんな大舞台に立てたらいいな。うん、そうだね。せっかく手に入れた平和だもん。今回の件が無事片付いたのは、あんたたちの頑張りがあったからだよ。ありがとう。ふふん、礼なんていらないぞ。あ、そういえば、アンバ
はここでオイラたちを待ってくれてたのか？今回の任務は衛星とはまた違ってて、そう余裕はないんだ。ほら、今は後片付けをしているとこ。後片付け？モンドに何かあったのか？うん、ジンさんがいない間に近くの魔物たちが総攻撃を仕掛けてきたの。幸い前々からヒルチャールの動向は探ってたし、奴らの拠点がモンドに近づいてきていることには気づいてたからよかったけど。あ、覚えてるぞ。アンバーと初めて会った時もヒルチャールの巣を片付けてたよな。そうそう、ああいった準備を怠ってたら今頃モンドは危なかったかもね。うん、でもなんだかおかしいんだよね。ヒルチャールに総攻撃を仕掛けるような指揮能力はないはずなのに。だから今回の件はアビス教団が裏で糸を引いてると思うの。あいつらがヒルチャールを操ったってことか？じゃあもしトワリンを助けてなかったら、そのヒルチャールみたいに操られて。もしかしたらね。偵察騎士として今後はアビス教団の動向にも注意しなくちゃ。ああ、ごめんね、せっかく帰ってきたのにまたこんな話しちゃって。あ、そうだ、人参とお肉のハニーソテーをご馳走するって約束してたよね。今まで流災のせいで行けなかったし、今回の勝利をお祝いしておごってあげる。やったー。アンバーが忘れててもオイラは忘れてなかったけどな。私も人参とお肉のハニーソテーを久しく食べられていないんだ。鹿狩りで待ってて、ここの片付けが終わったらすぐ行くから。ついに来た。盛り上がってきたぞ。危機よ、災難よ、冒険よ、熱血よ。冒険者協会はとうとう猫や犬探しといった低俗な依頼とおさらばだ。新たな冒険時代がやってくる。若者よ、さあ冒険者協会に入ろう。こんな時こそ流災を鎮め、モンドを救うんだ。ん？なんだと？流災が終結した？代理団長の演説を聞いていなかったのか？だと？風魔流よ、なぜもう少し耐えてくれなかった？我々の出番がまだだというのに。ありがとうな。やっと一件落着だ。流災の影響でいくつかの輸送ルートが封鎖されてね。食料や果物ならまだしも、お酒まで品切れになったらそれこそおしまいだ。お酒を飲めない日々なんて想像もできない。あ、早く輸送ルートが復活してくれることを祈るよ。あれが四風守護の一柱、トワリン様だったなんて。モンドの人々は過去のトワリン様の犠牲を忘れるべきではありません。不幸中の幸いですが、私たちと東風の竜トワリン様の関係はまだ修復できるレベルのものです。今回はあなたたちのおかげで助かりました。それにジン団長も本当に信仰に熱い人たちですね。セピロス騎士団がいてくれれば、これから先もモンドは平和と自由を享受できるでしょう。功労寮に変わったやつがいるって。いらっしゃい。お客さん、ご注文は何にしますか？はあ、釣れないな。親友の俺を無視する気か？実力だけじゃなく、騎士としての美徳、ユーモアも兼ね備えてるようだ。
モンドの新たな英雄が目の前にいると思うと騎士として心が震え立つもんがあるな。ガイアがまた適当に褒めてる。俺が言ったことは本心だぜ。俺が？いやいや逆だ。他の者が何を企んでいるのか考えようと思ってな。で、頭の中を整理したくて静かな場所を探してたんだ。ふーん、その考え事って？アビス教団のことだよ。流祭でジンがモンドにいなかった間、アビス教団にとっては絶好のチャンスだった。もしお前がアビス教団のものなら、こんな絶好のチャンスにヒルチャールだけを送り込むか？真相を見極めるため、俺は待つことにしたんだ。奴らの次の行動をな。それにお前たちが風流廃墟で激しい戦いを繰り広げている間、モンドの城門でヒルチャールの叫び声を聞いてな。城内に不審者がいたんだよ。モンドの城内にか？ああ。他の騎士が城の外で戦っていれば、城内の守りは必然的に手薄になるだろう。だから城に残っていた俺はアビス教団の侵入者と、ちょっとばかしやり合ってな。あの手この手で情報を聞かせてもらった。その情報っていうのが、そいつらアビス教団を裏で統治する者のことだった。アビス教団を統治？トワリンをあんな風に戦いの道具とさせたのも、その統治者の仕業だ。あの手この手って、どんなことして情報を聞き出したんだ？そこは俺の天才的な話術によるものだと思っておいてくれ。その統治者はアビス教団の魔物に、姫様と呼ばれている。まあ、情報共有はここまでにしておこう。アンバーがこっちに向かってきてる。一緒に戦わなかったことを怒ってるんだろうな。じゃあ、お先に失礼するぜ。ガイア先輩に逃げられた。やっぱ後ろめたいんだ。そうそう、騎兵隊の隊長なのに率先して戦わないんだもん。はあ、まああの人のことは置いといて。もうクタクタ、お腹もペコペコだよ。先に注文させてもらうね。サラさん、人参とお肉のハニーソテーちょうだい。流祭も落ち着いたけど、あんたたちはこれからどうするの？多分モンドを離れて七国を旅しながら彼の家族の手がかりを探すかな。そっか、じゃあしばらく会えなくなるんだね。大丈夫、どこだろうとも風が届く場所であれば、あんたはセピロス騎士団の戦友であり栄誉騎士だから。うん、モンドはいつでも歓迎するよ。早く食べようか、じゃないとお肉が冷めちゃう。うーん、おいしい。さすがアンバーがおすすめするだけあって期待通りだな。当然だよ、料理の腕にはあまり自信ないけど舌に自信はあるからね。そうだ、伝え忘れるとこだった。ジンさんが大聖堂で待ってるって、天空のライアーのことみたい。早く行った方がいいかも。
こちらは教会から天空のライアーを回収しに来た祈祷牧師のバーバラだ。風神のご加護があらんこと。代理団長と比べてそういう言葉を口にする資格はないかもしれないけど、皆さんモンドを守ってくれて本当にありがとう。平和に解決できてよかった。本当に風魔竜と戦うことになっていたらどうなっていたことか。ああ、これでファデュイも口出しできなくなった。こんな風になって彼らはきっと悔しがっているだろう。セピロス騎士団に圧力をかける理由を失ったからな。スネージナヤが横暴だというイメージを植え付けただけで、外交の進展は何も得られなかった。はいはい、それで天空のライアーを持ってきてくれたわよね。代理団長の担保も無限じゃないわ。数奇教に何度催促されたことか。持ってきたけど、ちょっとな。ん？貸し出し料とかは必要ないから安心して。教会には寄付金があるもの。え？その、いやー、天空のライアーが！バルバドス様、バーバラは一生かけて謝罪をしても足りないわよ。はあ、いいや、天空のライアーを僕に貸して。天空のライアーはもう貸せないわ。さて逃げようか。僕が天空のライアーを修復する現実、いや魔法 100% 完全無欠じゃないからね。何？お、金融野郎、おい逃げるな。よかったわ。木の杭や米の袋に噛みついてモンドに迷惑をかけたんじゃない？それはハムスターじゃなくてネズミだと。今はあんたの話なんてどうでもいいの、無礼な銀融詩人。統率を諦めたモンドの神、今はこの程度なのよ。君が僕を嘲笑えるのはその主人から借りた力のおかげかな。口先ばかり。ああ、これが神の心。集めているチェスの駒とは程遠いわね。それは多分君にセンスがないからだと思うよ。神の心を手に入れたもの、行きましょう。騎士団が来る前に証拠を残さないようにね。あ、栄誉騎士、目が覚めたんだね。なあバーバラ、こいつの言うことは気にしないでくれ。え、うん、わかった。とにかくあなたたちが大聖堂の外で倒れていることに気づいて元素力で治療したんだけど。お前はバーバラの治療をもっと受けた方がいい。
特に頭の方はな。あの詩人は先に目が覚めてね。でもおかしいんだ、私の治療が彼の傷には全然効かなくて。こんな患者は初めて。彼はこれが普通だよって言いながら大聖堂を出て行ったんだけど。出て行った？どこに行ったんだ？モンドの英雄の象徴、彼はそう言ってたよ。止めようとしたけど、ジン団長が行かせてやってくれって言うから。なんだか変だよね。確かウェンティは前にあの木の下で傷を癒してたよな。風神と風たちの地のつながりが理由だろうな。きっとジンも気づいたはずだけど、バーバラには言えないよな。木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂いがする。前回の僕も同じようなこと言ってたよね。はぁ、なんでこのセリフを言うときはいつもついてないときなんだろう。気づかれてたか。はぁ、一般人に話せる内容じゃないんだけどね。でも君にならこっそり教えてもいいかな。君も知ってると思うけど、神の目はごくわずかな人しか持てない外付けの魔力機関だ。それを持つ者たちは神の目を通して元素力を導いている。実はね、神の目の所有者はみんな神になる資格を持っているんだよ。その者たちは元神と呼ばれて、天空の島に登る資格があるんだ。元神？聞いたことがない言葉だな。それは本当の神しか知らない秘密だからね。とにかく僕たちは神の目という初歩的な機関はいらないんだ。その代わり神の魔力機関は天空の島と共鳴して繋がっている。それが神の心だよ。ただの光るガラス玉だよ。不要な疑いを避けるためのね。じゃあさ、さっき会ってすぐオイラを吹っ飛ばしてウェンティの神の心を奪った悪い女は一体誰だ？彼女はシニョーラ、ファデュイ11人の執行官の第8位、コードネーム宿女だよ。ファデュイの執行官はみんな彼女のようにスネージュナヤの助行によって神のような権力を与えられ、凡人を超えた力を手に入れた。スネージナヤの助行？それって、うん、七神の一柱、スネージナヤパレスに鎮座する氷の助行。ファトス全員が忠誠を誓う唯一の相手だよ。七神間の関係は全員仲がいいわけではないけど、まさか彼女が他の神から神の心を奪おうとするとは。なんて言えばいいかな。500年前の彼女を僕は知ってるけど、今の彼女はよく知らないんだ。500年前のとある大きな災害の後、彼女は僕とのつながりをすべて断ったからね。でも、氷の神とファデュイのことは、後でまた話すよ。七神を全員探すとなると、君の旅は、おそらく困難に満ちることだろう。まずはモンドの隣国に行くといい。あそこの岩の神は僕と違って、自らリーユへ全域を治めてるから。彼は年に一度だけ、公の場に降臨して神託を下し、リーユへの新たな一年の経営方針を民に伝えるんだ。それでも、その仕事の頻度は誰かさんより上だな。とにかく、今年のゲーセン儀式はもうすぐ始まるみたいだ。うん。逃したら、また一年待つことになる。はぁ？そんな大事なことをなんで早く言わないんだよ。じゃあな、
く行こう。待って、風を捕まえる異邦人。ありがたく使っておくれ。僕にダンディライオン酒をおごってくれたら、なおさらいいけど。旅人、君が再び旅に出た時、旅そのものの意味を忘れないでほしい。テイワットの鳥、歌と城、チョコ、ファデュイと魔物、みんな君の旅の一部だ。終点は全てを意味するわけではない。終点にたどり着く前、君の目でこの世界を観察するといい。うん、風神の忠告はここまで。ここから先はウェンティの時間だ。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。僕は銀融詩人だからね。ずっと同じ場所にはとどまらないよ。じゃあ早くリーユへに行くといい。今年のゲーセン儀式を見逃したらまた1年待つことになるからね。